こんにちは、磯又愛です。今日は皆さんが絶対に一回は困ったことのある前髪の巻き方についてやっていこうと思います。インスタグラムと TikTok で載せた時にすごく反響があったので、 YouTube でも細かく詳しくやっていこうかなと思います。それではレッツラゴー。まず、髪の毛のセットって感じなんで、普通にこちらのコテはホリスティックキュアストレートアイロンってやつなんですけど、他のコテだったら熱によって硬くなっていくんだけど、このコテだったら袖がないのですなんで髪の毛がこう硬くなるのを防ぐから、傷むのとかも結構和らげてくれたりとかする、いいことなのでめちゃくちゃおすすめです。あと巻いてるのにツヤが出るので超いいですよ。1分ぐらいで温まるので、朝時間なくても結構楽ちんにスピーディーにセットができます。ここなんかすごいピョンってなっちゃってる。温まれ。私は180度でやっていきます。160度の時もあるけど、心が優しい時は160度にしてます。まあいいや、一応、まあ、この周りは普通にこうただ単に通すだけっていう感じで、本当に通すだけ。あ、すごい光飛んじゃった。通すだけ通した。で、前髪なんですけど、今回の主役なんで、もみあげとかも先にいっちゃいますね。もみあげとかも、まあ、軽くこの辺も軽く。もみあげがなんかね、すっごい傷んでんねんな、私。なんか全然伸びひんし、チリチリしてるし、なんかいつもなんかショック受けてる。はい、じゃあ前髪いきます。私の前髪はノーセットだとこんな感じで、マッシュなので結構後ろから前髪取ってるので、こんな感じ。前髪の幅というか取ってる場所は、まず前髪を3等分にします。真ん中とサイドで。で、よく皆さん前髪巻くときに前髪がこうならないですか、サイドがね、こういう感じに。で、それを私はもう本当に嫌で、こうなってる前髪がいいんですよね。サイドはこうやっぱりこう天使の羽のようにこうやってね、どうしてもね、難しい、なんか内側に入っちゃうから、どうしようどうしようって思ってて、その時にね、YouTube かなんかで見たんですよね、このやり方を。で、やってみたらできたんですよ。なんでちょっと、一回やってみます。まず、サイドの毛を持って、逆サイドにこうやって持っていきます。こういう感じで。で、それを、そのまま、内巻き。こんな感じ。で、逆もこうやって、持ったのをこっち側に、逆サイドに持ってきて、丁寧にね、こっから根元からで内巻き、はい、内巻きしました。で、真ん中持って、真ん中も根元から整えて、真ん中は普通にそのまままっすぐいきます。はい、はい、すごいなんか変な感じになっちゃった。で、コーミングをするんですけど、コーム、あれ、ちょっと待ってくださいね。うわー、普通にあったわ。で、コーミングをするんですけど、こうじゃん。で、左右をこういう感じで流します。そしたらこうやって流れるの、不思議、あら不思議、流れた。反対向きに巻いとんのにしっかりと流れてくれます。はい、こんな感じで、スタイリング剤をつけていきます。スタイリング剤はじゃん、可愛いパッケージのスタイリングを使ってます。最近アンドミニョンの、シアーオイル、こちらを使っています。私が働いてるサンドっていう美容室のオリジナルのスタイリング剤なんですけど、香りがめちゃくちゃいい香りで、エミドットとかのオイルよりも少し軽めの質感なので、私とかね、細毛難毛みたいなペタッとしやすいっていう人はすごいおすすめです。結構サイズが手のひらよりちっちゃいくらいなので、持ち運んで保湿としても使います。香りがすごく良くて、酸化しても臭くならないので、めちゃくちゃおすすめ。ではいきます。こちらを、私は2滴ぐらい。少な。他の人はもっとつけるんですけど、髪の毛が、ね、髪質的に少なめの方がいいんで。まず襟足から。私はもうシャンプーするみたいに、ふわーって、男みたいなつけ方します。男かってな、ほんま。で、根元には絶対つけないように、毛先とか。あー、いい匂い。めっちゃいい匂い。これだけでも、香水苦手な方はすごいいいと思います。頭からこうやって匂ってくれるので、とても良いね。で、前髪つけます。前髪つけるときはこうやってまとめて持って、毛先だけこういう感じでいつもやってます。前髪つけすぎた日は本当後悔するから、毛先だけで絶対。はい、で、コーミング。これショートヘアの方じゃなくても皆さん参考にできると思うので、やってみてください。で、もみあげはこうやって出したら、もみあげだけつけます。もみあげはちゃんとこうスタイリング剤つけるとめっちゃ可愛いです。ちゃんとやってる感が出ます。で、あとは様子見て、私はこうやって分けちゃったりとかします。結構前髪重いのが好きじゃないので、もともとすごいシースルーバングなのでね、重い子
くはならないんですけど、自分の中で結構重たいなって感じてしまうことがあるので、このぐらいかけちゃいます。はい、こんな感じでしっかりこうやって横に流れる前髪っていうのの置き方を今日はやってみました。それではこの動画が少しでも参考になったり、やってみたいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。他の SNS もたくさんやってるのでぜひ見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。磯又愛でした。今日のお洋服はおニューです。このホリデー&ホリデーの韓国通販ねのワンピースで、めっちゃ可愛いの。シルエットがなんかさ、ここのウエスト部分がキュッてなってて、このワンピースも長めの丈だから、私は靴下をこういう色物合わせて黒いスニーカーとかで着よっかな、履こっかなみたいな感じで思ってます。めっちゃ可愛い。はい、というわけでまたね。バイバイ。